こんばんは、イクさん。メッセージありがとうございます。今回は自閉症の子育て Q&A、そして自閉症の子育てトイレトレーニングというね、2つの大事なテーマでメッセージいただきました。で、イクさんの動画を再生すると、やっぱりね、タグが入ってるんですね、これね、きっと。で、私が、ね、YouTube 開くと、他の方の自閉症とかね、知的障害とかの動画がよく上がるようになってきてるんですよね。だから関連動画で結構引っ張ってきてたり引っ張られたりしてるというね、そういう風な YouTube のアルゴリズムを垣間見たということでございます。まあここまではね、私からの前提なんですけども、動画の内容ですね、やっぱり子供の成長とともに親が感じること、親が戸惑うところ、親が喜ぶところ、なんか私もね、今まさにそれを体験してるところなんで、すごく興味深く見させていただきました。多分1年前とかね、5年前とかではこういう気持ちで聞けなかったかもしれません。まあそうは言ってもね、私も知的障害の子をはじめとして自閉症の子もね、ありましたけども、療育支援を10年以上やってましたんで、トイレのね、件とか私もやりました、割とね。なんかその手を貸してあげたいなとかね、でも手を貸さないようにやらないとな、自立してもらえないとなっていう狭間でやってたような気がしますけども、きっと私みたいなね、ヘルパー業務をやっている、介護士から見るものと、実際のお母さんが、家族の方がされているところとっていうのは、大きくこの意識の差でもね、責任の差でも違うと思いますんで、私の感じていたこと以上に、いくこさんとかね、たくさんの喜びや戸惑いとかがあったんだろうなと思いながら見させていただきました。で、学校の件ね、そうなんですよね。学校、そうですね、学校選びっていうのも非常に重要になってきますけども、近くに通えるところに学校があるのかないのかっていうのは結構切実だったり、じゃあその学校の設備はどうなんだとかね、そこに就労している先生方はどうなのかなって、非常にね、深く、悩ましいところだと思うんですよね。私もね、なんかね、いくこさんが、もういくこさんってお若いっていうかね、可愛らしいのにお母さんなんですよね。なんかいくこね、いつもね、いくこさんの動画開けて顔が出てくると、いや可愛いなとか思うんですけどもね、どんな可愛い女の子なのか、いくこさんのこと見たい方は動画概要欄からいくこさんの動画も見ていただきたいなと思いますけども、いつも笑顔でね、とっても素敵なお話をしてくださいます。ということでね、今回は知的障害の子育てに対してのコメントっていうのは、私の立場からね、なかなかね、言いにくいところがありますけども、でもね、知的障害だろうが自閉症だろうが何だろうが、子供は子供として一人のね、人格を持って、一人の夢を持ってね、一人の人生を背負って生きてますから、こういう特徴のある子だからこれは関係ないとか関係あるとかっていうのはあんまりないんではないかなと。やっぱりね、全ての、ちょっと待ってください、誰かから電話かかってきた。で、全てのことに対して、一つの命としてね、大切に育むべきなんだろうなと思いますね。はい、素敵な動画ありがとうございました。それではね、もう一個の自閉症の子育て Q&A の方を拝見しようかと思います。それではね、私も大和くんと一緒にこれから人生を歩んでいくわけですけども、いくこさんにもいろいろとね、お尋ねすることがあるかもしれません。また、よろしくお願いします。それでは。